久保さんこんこにちはさあ気になる男シリーズ第104話ですね第104話始まりましたよろしくお願いしますそして100話を超えてですね100話を超えて、まあ、新展開というところに入っていこうかというお話をいただいてじゃあその認識でこう形を進んでいった方がいいのかなと思いましてね まあそういうイメージを込めて、ちょっと今回、この表紙でいこうかなと思うんですけど。前回の103話ですね。こっちらの103話で行っていただいたんですけど、気になる男シリーズで、100話まで30万売り上げですね。100話まで30万売り上げ。ミッションを見事達成ということで、無事、こういう結果が得れましたと。で、例えそうだとしてもですね、 初子貫徹の精神で200話まで200話までに再びまた売り上げ30話目標をか再スタートということでこの100話から200話を渡り歩いていこうかなということで衝撃の結末をリアルタイムで体感せよという感じでねこの気になる男シリーズを200話まで200話までやっていこうかなと思ったりもするんですけども自分一人の力だけじゃ なんでここは久保さんに半分まあ久保さん半分ですねだから50は50だから、まあ、半分お力をいただきながらまあ進めていくっていう形になるんで、まあ、ここからが本当にそれを意識してこの進めていくっていうことで新展開という形でね、まあ、こんな感じでえいこうかなと思うんですけどね、まあ、新展開まず、あ、1個前、うん、3個前の動画が新展開というところで新展開という形になって。 新展開はどういう感じかと、まあね、売り上げ30万200までやるんだと。じゃあ売り上げアップの方法はというね、形にこう話が流れていってるような気がしてるんですけれども、さあちょっと50、100十50な103話の話のちょっと振り返りをさせていただきたいんですけども、まあ、YouTube で、えー、情報発信する際ですね、YouTube で情報発信する際は、 まあなこれ情報発信ってそもそも何だよみたいな感じになるんですけど、まあ、動,画発信動画をまあ作りましょうっていう、まあ、この1点にまあ尽きるというか、まあ、これしかない、これしかない <laughs> ということにえなるのかなと。ただ動画を作っていくっていう、もう本当に単純メーカーに言うと。さらに情報発信にて利益を得るとはということで、一、まあ、つの動画ですね。一つの動画を一つのコンテンツ。ネットフリックスとかああいうので言うと、 一つの動画をコンテンツって言い方すごくしてるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、その動画作品って言えばいいんですかねそこに価値を感じてもらう価値を感じてもらう今あ作ってる動画に対して、えー、価値を誰かに与えていますかとその作った動画はあ単なる雑談になっていませんかと、まあ、雑談になってもいいとは思うんですけどそれが雑談が他の人にすごくいいなんか影響を与えるなら、まあ、それはそれでまた一つの コンテンテツになるとは思うんですけどそしてその動画は誰かの悩みの問題解決をしていますかとこういうところになるというお話でしたよね。えー、人は悩んでいるからこそおそして答えを探すために検索をすると人はなぜ検索するんですかそれは悩みを解決するためですよという根本のところに立っていくとじゃあ悩みっていうのがあ何があるのっていう、まあ、いつものこのお話のところになってくると思うんですけど。 まあお金の問題、仕事の問題、えー、そして人間関係の問題、えー、過去恋愛の問題ですね。まあ、人、人っていうところ、そして健康上の問題というこの4つに対して、えー、悩みはあるんだよっていうのがもう、この速果軸講義と言った方がいいんでしょうかね。えー、久保さんの話でいつもこれ出てくるんじゃないでしょうか。 この4つですね、この4つに対してアプローチしていって、えー、問題を解決するコンテンツを提供していくと、まあ、どれが一番発信しやすいものはどれかっていうところを選んでもらって、そこに向かってぶつけていくっていうところの動画作りをしていくというところになっていくのかなと思うんですけども、今回、えー、前回あ、今回じゃない、前回、えー、久保さんとズーム対談していただいたときに、この体験プログラムっていうのをご紹介させていただいたんですけど、まあ、それに参加していただいた方が、 今回、自分の覆面 YouTube アカデミーのポータルサイトを見て勉強しているんですけども、やはりこの脱初心者縁というところが、とても非常に好評だというか、興味があるというか、すごく役立っているという話をもいただいてですねで、久保さんの方でね、じゃあ売り上げをどういうふうに上げていくんだと、まあ、価値を与えるというのであればね、その価値をしっかりと伝えていかなきゃいけないねというところで、まあ、特にこれがすごく まあ好評だというところで、まあ、すごくちょっと自分は考えたのが、まあ、この初級者編ですね。この初級者編。まあ、コンテンツは多分15か14個あったので、まあ、これをまあ14日間連続でメール配信して、毎日毎日ですね、動画配信ですね。まあ、メールで動画配信っていう感じにしておいて、まあ、これを YouTube 初級者編講座2週間みたいなね、えー、感じっていうのは全然作れるなと思いまして、多分作るのそんなにん難しくないというか、多分メールスタンドに ただ2週間分セットするだけなんで、なんちゃ難しいことはないなと <laughs> 思ったんですけど、まあ、ただこの今回、えー、と体験プログラムで初級編見ていただいた方、でこの講座は見ただけで、まあ、実際もう今まで YouTube できてなかったところが YouTube できてるんですよね。まあ、今回、えー、少しこんな感じでちょっとご紹介させていただくんですけど、えー、こんな感じでね、なんどんな感じって言いますか、このワンちゃん、ワンちゃんを映しながら まあ動画を撮ると。ワンちゃんを写しながら、まあ、動画を撮るっていう感じ。で、ワンちゃんが動きながら動画で動いてるんだけど、喋りはまあ自分は映ってないっていう、喋り手は写ってないっていう感じで、なんかもうこれ30回回ってるんですよね。もうもそれ以上回ってるんですけど、っていうのもこれ、これ自分のチャンネルの方なんで、なんか不思議な感じがするんですけどね。まあそういう感じで、この今回体験プログラムに参加していただいた、岡恵理子さんですね。岡恵理子さんが YouTube を やってみたいと初挑戦したいんだっていうことで今ちょっと頑張ってる最中なんですけどもで自分がこうやって変身を動画返信をちょっとしたりしてるんですけどねこうやって、まあ、リレー動画って形で今ちょっとやり始めてるんですけどなんで今日はあれ今日第5話になるのかなあれ第1う第5話か第5話が岡井律子さんから、まあ、来るのかなと思ってるんですけど、まあ、この岡井理子さんですけどこの久保さんからも久保さんともズーム対談今年の はじめ1月じゃないですかね、今年の1月か2月に Zoom 対談をして、まあ、2月ですかね、えー、この50歳から始める優しいオンラインビジネスというところの書籍をまあ紹介して出版記念っていうところも久保さんのところで何度もご紹介してたのかなと思っていてなその方はです、ね、即可塾,塾生の方でただそのパソコンが苦手なんでじゃあスマホだけでこう起業しようとスマホだけで起業しようっていう。 映ってない。ああ、汚い、汚い。スマホだけで起業しようっていう形の方でしたね。寝、まあね、たきりの私でもできました。ということで、この50歳から始める優しいオンラインレッスンでね、本当に書籍を出版した方が、あ今回7日間プログラムに体験してあ、7日間じゃない、すいません、体験プログラムの方に参加していただいたんですけど、ちょっとこの内容も見せてもらってですね。 「はじめまして」というところでまあ50歳で人生どん底を味わってパソコンが苦手で資格もないっていうこのパソコンが苦手っていうところを今今回克服しようっていうところで参加していただいたんですよね、まあ、ほぼ寝たきりの状態で私が誰にでもできることをまあほぼ寝たきり状態でも30日間17万円を売り上げたっていうところでさらに今度はこのパソコンの力を身につけて果たしてどんなどんなことになるのだろうと。 正直、ちょっと想像もつかないことが起きるんじゃないかと思ってもいるんですけど、まあ、どうもがこのパソコンが苦手なんで、ここを克服しようと。まあ、この本でも言ってますからね、パソコンで、えー、パソコン克服しようっつって、そして、もうですね、えパソコンが苦手だけど、オンラインビジネスを、まあ、パソコンが苦手だけど、こう、頑張ったっていうところなんですけど、じゃあ、このパソコンをね、今、思い切って克服しようと。そして、YouTube 今までやってなかったけど、YouTube やっていこうっつって、今、まあ、一生懸命やっているわけで、 本当にこの岡井理子さんのビジネスの何て言うんビジネスのコンセプトですね、まあ、人から必要とされる仕事がしたいっていうことなんでこの YouTube で今度岡井理子さん自身が発信できるようになったらこれはまたすごいことになるんじゃないかなとはもう思わざるを得ないですよね普通に <laughs> なんでね本当にすごく今頑張ってる状態なんですけども、まあ、そのパソコンの苦手を克服とそして YouTube に挑戦ということでこうやって今 ワンちゃんを映しながら動画を撮ってるんですけどね。本当にすごく、かなり、もうどん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 、もう、初めは今スマホだけで撮ってるんで、一旦パソコンの方を触りながらも、スマホメインで今、活動してもらって、そして、え慣れてくる、徐々に徐々に慣れてくることによってパソコンを使うっていうような形で今進めてもらったんですけど、まあ、YouTube ずっとやりたかったけど撮れなかったっていうのがこうやって、まあ、撮れたので、あ、すごい良かったなということで、本当に。 まあ自分もなんかああよかったよかったっていう感じあ,あスマホだけでできるんですねみたいなお話があってああああそうですよみたいないう話だったんですけどね、まあ、こうやって動画撮れるんでねいや本当にこの体験プログラムをまず企画してよかったなっていうところでそして入っていただいた方がしっかりねこうやって進んでいるっていうのは本当に、まあ、この「気になる男」シリーズ自体そもそも 気になる男シリーズで生まれた企画で、そして気になる男シリーズで何かこう物事が動いているっていうのは本当に素晴らしいことだし、この気になる男シリーズで報告ができるっていうのが本当に良 <laughs> かったなっていう話ですよね。本当に。なんで、この今回ね、その動画を、その動画は問題解決できてるかっていうことでね。で、これをまた機に、まあ、この、なんだろう、これすごくやっぱり初級編がいいっていうことだったんで、まあ、久保さんから提案していただいた、この、 なんだろう2週間講座っていう形は形に、まあ、全然できますんでねあもしそのやりたい方がいればあもうすぐ作っちゃって進めようかなと思いますんでね、まあ、ちょっとここで、えー、急になんかこんなこと思い出したんで、まあ、早速言ってみたっていう感じですね。<laughs> はい、で価格の方も別にそんなに高くしてもしょうがないんでね、まあ、入りとして3,000円前後で、えー、提供して、まあ、サポートもその。 間間間ははけよう2週間の間はサポートつけようかななと思いますんんでね、まあ、そんな感じではサポートって書いてないですね。サポートって書いてある、サポート、サポート。こんな感じでなんかちょっと面白い企画がまた生まれそうだなと思うんで、サポートてってれこんな感じで、はい。<laughs> こんな感じでいろいろやっぱりやっていくと面白いことが見えるし、もしね、そのまだ YouTube やりたいっていう方が、まあ でこれ気になる男シリーズ見ているのはね、まあ、是非声かけていただければねこの2週間講座っていうのはすぐ形にできますんでどういう形でちょっと気になる男シリーズ第104話こんな感じでちょっと話が少しいろいろ変わって前後してますけど、まあ、こういうことってすごくいいなとなのでこの7日間プログラムをあーすいません7日間じゃない <laughs> 体験プログラムを参加していただいた方はあすごく今充実して進んでるんで。 ね、何も私できないってね思ってる人はぜひその一歩を進んで進むことによって、えー、全然、えー、また変わってくるんじゃないかなと特にこの岡井理子さんの話を聞いた限りではその4年間ぐらいずっと久保さんの発信を聞いてたけど動けなかったでも動き出したらもうすぐにねこんな形で書籍も出版するみたいな形になったと思うんでね、えー、もしそのやりたいと思ってね、えー 気持ちが止まってるんであれば、ぜひ声かけていただきたいなと思う次第でございます。はい、ということで、えー、気になる男シリーズ第104話ですね。第104話はこちらで終わろうと思います。ありがとうございました。そして、久保さん、第105話、またよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。クメユーチュア、タでした。